おはようございますと、今回もいろいろ紙活が楽しくなるツールだったり、あの素材だったりをね、たくさん買わせていただいたので、こちらを紹介させていただきたいと思います。今回も 70% オフの商品だったり、多分気になってるんだけどちょっとなーって思っている方が多いかなーって思う商品が、なんと 70% オフになっているので、よかったら最後までぜひぜひ見ていただけたら嬉しいです。では今回もざっくりまず先に購入させていただいた商品を紹介しながら、後々それを使ってコラージュをねやっていきたいなと思っています。これからのね季節、もうすごいこれはいいっていうものがあるので、ぜひぜひちょっと楽しんでいっていただけたら嬉しいです。まずね、1つ目、こちらです。コラージュノートです。コラージュノートは何個あっても困れませんアルバムタイプになっています。中がクラフト紙はすごく嬉しい。しかもただのクラフト紙じゃなくて、すごいね厚みがある、厚みがすごくあるし、表紙もね結構固めなのでいいなって思うし、表紙もシンプルだから、ここにまたねコラージュして楽しむこともできるなって思います。ページもねたくさんあるので、コラージュの練習がねたくさんできます。おー、これいい。そのね、クラフト紙の、厚みのあるクラフト紙のこういうノートってなかなか売ってないから、すごい嬉しい。ちょっとこれまた私のコラージュノートでいろいろとね、使っていきたいと思います。まず1つ目、コラージュノートです。次がこちら、お花のシールです。もうね、花のシールはもういくつあっても困りません。花のシールはめちゃめちゃ万能なのでね。何種類あっても、いくつあっても困らない。え、待って、すご！これすごくない？これいっぱい入ってる。あ、これいいね。アジサイ！しかも白が入ってるんですよ。え、かわいい。え、でもちょっとアジサイ気になるな。で、カットが苦手でも、ちょっとね、こういうペット違う、ちょっと待って、ペットなだけじゃない、ペット素材っていうか、このクリアな素材なだけじゃなくて、待って、もう切れてる。え、これはやばい、切れてるんですよ。めっちゃ便利じゃないこれ。うわ、これすごい、これめっちゃ感動的なんだけど、しかもめっちゃ可愛い。え、可愛すぎる。もうアジサイの種類がいっぱいあって、これはマジで絶対いい。あのカットが苦手な方とかでもカットしなくて使えるんですよ、これ。まあ、そもそもさ、クリアな素材っていうかクリアなシールだからカットが苦手でも使いやすいですよねって思ったんだけど、いや、それどころじゃなかった、もうカットされてた。これは神アイテムだね、やばい。で、色に分かれているから選ぶときも良いし、なんていうの、あ、この色合いでってこうさ、同じ色合いのいろんな花が入って、そのバラだけじゃないっていう。これ何の花かわかんないけど、私お花にあんまり詳しくないから。でもさ、え、良くないこれ。え、すごい、これはめちゃめちゃおすすめです。この空張り入ってて、しかも花の種類がこんだけ入ってて、しかももうカットされててっていう、なんつうの、もう使いやすさしかない。あ、これいいわ。ちょっと後でコラージュにバンバン使っていきたいと思います。パケも可愛いよね。収納するときはさ、こう一つに入るから、そういうとこもねいいなと思います。次、蝶々のステッカー、これも使いやすいと思います。で、私はこういう蝶々のステッカーとか、ペット素材のね、やつ、このまんま使ってももちろん可愛いんですけど、かわいい、かわいくない？え、かわいい、色合いめっちゃかわいい。で、そう、このままね、貼ってももちろんかわいいんだけど、私はこれに一工夫をしてから使います。ぜひぜひちょっとね、後で見ていただけたら嬉しいです。この蝶々とか。使いながら、蝶々とお花があれば、まあ、ほぼほぼのコラージュいけますよね。かわいい。なんで今回は、ファンシーな色味と、ちょっとシックな黒と黄色を選ばせていただきました。かわいい。
で、次のシリーズもお花です。とにかく、お花シリーズはすごく好きなんですよ。もうね、わー、最高じゃない？お花のシリーズはね、もう本当にね、いくつあっても本当に困らない。いいね、いいね。これは今度は紙素材です。しかも、厚みがすごいある。で、こうちゃんと剥がれるシール。わかります？厚み。おー、これ最高。めっちゃいい。今回さ、私選んだのがさ、どれもやばいんだけど。紙すぎる。まあ、ちょっと待って。まあ、たまに、こう、剥離が剥がれちゃってるのもあるけど、まあ、なんな問題はないけど、いや、待って、これね、すごいわ。いいわ。厚みがあるってとこがすごい私気に入ってるのと、カットがもう押されてて、この厚みがあるのにカットされてる、この繊細なカット、もう、やばいね、これ。これは、ちょっともっと欲しいと思う。多分ね、私ね、全種類選んだかなって思うんだけど、これ、ストックも欲しいし、絶対リピしたい。あ、もうね、3つずつぐらいストックがあった方がいい。もう、こう、お花も、可愛くないデザインが。もう、ひまわりとか最高だよね。いい感じの空張りがあって、これはもう、これもちょっと待って、ちょっと今回どれも一押しなんだけど、私の中で。で、そしてこちら、こういうのはね、もうね、万能ですよね。もう多分、いや、まあそりゃそうだよねっていうさ、めっちゃ使えるよねっていう。で、しかも、待って、1,2,3、4枚、黒4枚に、白も4枚入っていて、しかも書いてあるフレーズが全てのシール違うんです、4種類。あ、2,2か。2枚ずつ、こう同じフレーズで入ってますね。これいいね。いや、こういうのさ、あるだけでさ、ほんとさ、これは閉まるんですよね。ちょっとワクワクしますね。今回多分、本当に、どれも一押しすぎて、どうしよう。まあ、まずこれがあればコラージュができます、みたいな。これは、良い、良い、良い。そして次がこちら。これはね、何でしょう。これは、おう、そうだ。そうそうそう、女の子のね、ステッカーもね、選んだんです。かわいい、スワン。ちょっと待ってね。こういう感じのね、ステッカーです。ちょっと前、こう、余分な部分はね、カットして使った方がいいかなと思うんだけど、このままでも使えるし、私はちょっとここの余白はね、カットして使いたいなと思ってます。かわいい。コラージュするのにね、あると絶対便利な、こちら。テープのりです。かわいい。ピンクと茶色の22で。入っています。4つ入りです。テープのりはね、ほんとね、便利すぎる。コラージュするのに、絶対テープのりはあった方がいいです。まあ、もちろん、ボンドとかのりとかでもいいんだけど、まあ、テープのりの方が楽だよね。かわちい。いい感じで、テープのりです。サイズ感とかもね、すごくかわいい。4つもあるから全然惜しみなく使えます。そして次がこちら。これがね、ラベルのセットかな？待って、1008ピースだよ。1008ピース。やばくない？めちゃめちゃボリュームが1008ピース入ったラベルセットでーす。おー！おー、すごい！いいね。こうさ、色分けされて、こう個別に入ってる色と種類かな。しかもすごい使いやすそうな柄が。
ねえ、これいいね、これ。いっぱい入ってる。え、すごくない？こんだけあったらさ、もう結構困らんぐらいにあるでしょ。ええー、かわいい、こういうさ、やっぱかわいいよね。ラベル系って、すごい、あると便利なコラージュ素材なんですよ。なんかちょっと寂しいなーとかっていう時とか、入れるだけで、なんて言うんだろう、すごいまとまるっていうかさ、あ、コラージュしてるみたいな雰囲気が出るという紙アイテムですね。わーお。好き、この色。しかもこう全部ガサッと入ってるんじゃなくて、こう小分けにしてちゃんと入ってるから選びやすいし、すごく嬉しい、こういうの。こちら、ラベルセットです。こちらね、ペトテープです。1個ずつ伸ばしていきたいと思います。このシャボン玉風のシリーズのペトテープです。これ。かわいくない？かわいいし、何って、これまた、切れてるんです。切れてるんです、もう。めっちゃ便利じゃない？これは。やばい。切れてるんですよ。カットされてるの、こうやって。すごい便利。めちゃめちゃ便利。カットする手間がいらない。これはいいね。この色と、ね、オレンジ、あーかわいい！星にシャボン玉、オレンジ感、オレンジっぽい感じ、単色系のね、色味と、あとやっぱりね、ピンクだよねっていう。かわいい。かわいすぎる、ピンク。シャボン玉もね、もう絶対これは万能にコラージュに使えるでしょと思って。感じと、で、こちら。これはね、おー、かっこいいお姉さんな。矢印がついてて、良心的、こっちから向くよっていう。モノトーンな、あー、かっこいい。え、かまちい。モノトーンコラージュとか良さそう。っていう女の人のね、ペットテープです。かわいい。しかも結構ループある。そして、それとですね、この、ダイカットの刃です。まずは、窓。窓のダイカットの刃。そして、これ、ケーキなんです。ケーキが大と小とあります。ケーキの刃です。これね、全部ね、一つずつ後で抜いていきます。と、ラベルの型です。こういう型のダイカットです。万能ですよね、これは。もう絶対良いです。そして、次がこちらです。これは、ファイル作りとか、ボックス作りとかにもすごく使えるし、すごくいいと思います。で、レース型です。こちらもね、こういうのね、あるとほんといいんですよね。コラージュするときとかにね、すごく使えます。このレース型のダイカットは、1、2、3、3種類のね、レースが入っています。で、これを使うのには、でね、刃だけあっても何もできないとは思うんですけど、今回、こちら。あるんです。ダイカットマシーンも。で、今回ね、こちらが 70% オフになります。70% オフですよ。いや、ダイカットマシーン、こちらが 70% オフはかなりのね、破格なお値段だと思います。しかもこのサイズ、このサイズで 70% オフです。ちょっと、やばくないですか？プレートもついています。で、多分、まあ、もう、大体ね、もちろん、使い方は、あるとは思うんですけど、あ、すごい、待って、これさ、刃をさ、プレートを傷つけないようにするやつかな？こういうね、ちょっとね、プレートが入ってる。こういう、ちょっと、なんて言うんだろう。もう多分だけどね、ダイカットマシンのプレートってすぐ傷つくじゃないですか。のプレートの傷防止かな。そしてプレートですね。プレートが3枚入っています。よいしょ。厚いのが2枚。同じ厚みのやつが2枚と1枚薄めのプレートですね。いい感じです。これが3枚あって、と、これですね。こういう白いプレートがあるので、
これを合わせて、まあ、ここに紙を入れて、台の刃を入れて、こう回して、圧力でカットしていくっていうタイプですね。ちょっと早速、全部抜いていきたいと思います。でね、まず窓からやっていきたいと思います。はい。じゃね、そこそこちょうどいいね、窓が入るぐらいのサイズにした紙を、こういう感じですね。置いて、上からプレートをかぶせます。おお、すっごい綺麗にカットできる。良い。かわいい。窓の台はこういう感じで抜けます。これをやっていきたいと思います。これはね、あれですね、二重になっているのは、バリウィ、取った方が、取って、二つのね、サイズで楽しんだ方がいいかなって思うんで。二重のものは、ちょっと抜いていきます。ちょっとこうくるっと回すとすぐ取れるのでという感じですね。でもね、ちょっとね、手怪我しないように気をつけてやってください。で、こうやって中にバリが残ったままにしとくと、そうですね、こういうね、中のバリが残ってると、これもね、圧力かけた時に残っちゃうので、こういう風に残った時はペンチとかで、まあ、次はこれをね、抜いていきたいと思います。でちょっと、ね、全部つなげたまんまの方が一気に切れるから楽かなって思って、あえてね、切り離さず使っていきます。すごーい、かわいい。え、これかわいくない？でさ、これさ、こう、これさ、二重にあるからさ、他の色とこう組み合わせて二重でつけてもすっごい可愛いと思うんだ。ピンクに、このさっき中のね、抜いた方ですね。を並べて。で、こうして、はぁ、かわいい。これで、これです。これじゃないか。これか。こうやって、やったらめっちゃ可愛くない？って、ここにさ、スタンプとか押してさ、こうやって使ったら、え、めちゃめちゃ可愛いじゃん。これがこれだ。え、可愛い、可愛い。やば。ちょっとこれさ、スタンプと組み合わせたら絶対可愛い。え、可愛い。え、これはやばい、かわいいでしょ。ちょっとね、いっぱい抜いて、これはコラージュするのがめちゃめちゃ楽しみ。ダイカットマシーンは、ほんとね、やると楽しさがもう、すごいんです。やばいんです。で、私はこういうダイカットの刃を、こういうね、ジップロックみたいな、チャック、こういうね、チャック付きの袋にしまっています。本当はここに紙、厚紙とかね、画用紙とかを入れてからやるといいんですけど、まぁ、ちょっと今はあれなので、袋にこのまま入れておきます。そうすると、刃も傷つかずに収納がね、すごく楽になります。で、他のものですね。私はこうやって収納してるんですけど、まぁ、こういう風にね、黒い画用紙とかを入れておくとすごく良いです。で、ワゴンにこういう感じで入れておいています。そうすると、こう、種類別とかで分けたりもできるし、こんな感じでラベルを貼って、ここで見るだけでも、こう、分かるようにしたりしてます。なので、台ってね、どんどん増えていくと思うんですよ。だから、こういう風に袋に入れていくと、すごくね、収納も、場所を取らずに分かりやすく、見やすく取りやすいっていうのが、私はこれが一番おすすめの収納の仕方です。こんな感じで収納をしていくと、場所も取らず、圧迫もせずに、全然沼れます。なので、おすすめです。
袋のサイズはいろんなサイズで売っていると思うので、そのね台に合わせたサイズの袋を買えばいいだけなので、こう大きいのでもね一緒にこうやって入れることができます。なのでこうねバラバラになってしまったのも同じところにね入れておけば、マイナックすこともないし、これでねすごく収納が楽になります。次このレースを抜いていきたいと思います。すっごい綺麗にカットできる。一回くるくるしただけで結構こういう細かいデザインって抜けづらいんじゃないかなとか、あの一回でねやってもちょっと抜けが悪いかなっていうのは結構懸念するとこなんですけど、全然一回でめっちゃ綺麗に抜けました。しかも厚紙とかなんかそういうのを入れたわけじゃなくて、普通にこのプレートだけで抜きました。え、すごっ。かわいいし、でこれコラージュにさ絶対いいよね。かわいすぎません？レース系のペーパーは何枚あっても困らないから、いっぱいね時間があるときにくる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 すればお裾分けとかしてもすごく喜ばれると思うし、自分のコラージュとかにもねすごく使えると思います。これもスタンプ貼ったりとかしたりさ、すごいかわいい。次はねこれを抜いていきます。では私的には縁を白でここの部分をピンクとかにしたら可愛いかなって思っているので、これもね2色で抜いていきます。はい、これでね2枚分抜きました。これをここにこうやって重ねるんですけど、でここを折って、ここに、ね、糊とかボンドとか両面テープでくっつけて貼るとページになるというかポッケになるんですよね。わー、顔、あ、かわいい。このモコモコ具合とかめちゃめちゃかわいくない？これかわいい。これをさ、両サイドからこうやってさ、つけてもさ、めっちゃかわいくない？わー、やばい、これは。いや、本当に、ちょっとファイル作りとかがすっごいちょっとで、なんていうのをはかどるというか、こう楽しくなっちゃうアイテムがいっぱいなんです。このね、台型マシン一つあると、いろんな刃が変えるし、そしていろんな刃が使えると、わー、やば、これは絶対かわいい。だからこういう風につけてもかわいいしさ、こうやってつけてももちろんかわいいし、かわいくない？これは。一つでもかわいいと思うし、いや、かわいい！やばいこれ！ちょっと待って、これ。しかも、ストレスなく抜けるんです、これ。そこが、私こういう細かいデザインのカットで、ちょっとなんかなーって思うとこなんだけど、大丈夫です。一発で抜けます。やばいこれ。マジでおすすめ。もし、ダイカットマシンを持っている人は、この刃がおすすめだし、ダイカットマシンを持ってない方は、もうね、これ今 70% オフなんで、今チャンスだと思うんですよ。このあれだけ安く、この大きさのものが買えるのはなかなかないと思うので、ぜひぜひ気になったらチェックしていただけたらすごく嬉しいです。かわいい。待って、これさ、ほんとかわいい、やばい。で、次がね、ケーキです。ケーキは大きさが2つあります。大きいのとちっちゃいのっていう感じかな。こっちが大きいかな。こっちがちっちゃいか。まずはちっちゃい方のケーキを作っていきます。で、私がこのケーキの型を選んだ理由には、これはね、理由があるんです。では、まず先ほどのカットしたケーキから作っていこうと思います。こういう感じでね、パーツに分かれます。これが蓋、これがケーキの下の部分です。なので、折り線があるので、線に沿って、こんな感じで折って、あとは組み立てるだけです。で、この時にしっかり折った方が作りやすいかなって思うので、こういうしっかりね、折らなきゃいけないとこは、しっかりめに折り目をつけておきます。で、このね、のりしろ部分に、私は両面テープでね、やっていこうと思います。ボンドでもいいかなって思うんですけど、乾くのに時間がかかるので、両面テープでやっていこうと思います。そしたら、次は、全部ね、あとは剥がして貼っていくだけです。
ケーキの下の部分です。で、上の部分ですね。上も同様です。ここをこう貼っていくだけです。それでケーキがね、簡単にできる。あとは面をかぶせるとショートケーキ。ここの上にイチゴ乗っけたらめっちゃめちゃ可愛いよね。で、こうやってケーキができます。なので中にお裾分けをね入れることもできます。で、このケーキをこうしてこんな感じでいっぱい作って、これを交互に置いていきます。でね、同じ色でも可愛いかなって思ったんだけど、ちょっとね、交差で白とピンクで作ってみました。こうするとホールケーキになります。で、私がこれからの季節にめちゃめちゃ良くないって思ったのが、この上に数字を貼ってアドベントカレンダーになるんですよ。ケーキ型のアドベントカレンダーめちゃめちゃ可愛くないですか？なので数字のシールとかで、1つのホールで12個なんですよ。なので2つのホールを作れば24個でアドベントカレンダーがね、ちょうどできます。なので、ケーキの箱とかを買って、これでアドベントカレンダーにしたらめちゃめちゃ可愛くないですか？で、さっきね、カットしたこちらのレースですね。どう？こうやってケーキ乗っけたらめちゃめちゃ可愛くない？こういう風にしてもめっちゃ可愛いなって思うし、これだけでも大カットってなんかもうめちゃめちゃ魅力的じゃないですか。やばーって思って。もう可愛すぎるー。で、可愛すぎないこれ。待って、可愛い。こういう感じでいろいろアレンジがね、できるので、こちらのお花、今回買ったものではないんですけど、以前ね、購入させていただいているものなんですけど、これを、こうやって、上に貼ってったら、めちゃめちゃ可愛くない？こんな感じで。え、待って、これやばい、可愛いかも。これ、可愛すぎるでしょ。やばい、ブラウンももうこれでない。ちょっとね、お花をこういう風に、ちょっと色があれなんですけど、これ、可愛すぎません？で、ちょっと真ん中は、こうして、で、ここにメリークリスマスとかって書いてあったらめちゃめちゃ可愛いと思うんだけど、やばー待って、これはちょっと可愛すぎて心臓止まりそう。可愛い。こんな感じでは、友達の誕生日とかクリスマスとか、なんかこうプレゼントを送るときとか、めちゃめちゃこれ可愛くない？ハッピーバースデーでも可愛いと思うし。可愛い。色合いがちょうど足りて、あ、可愛すぎる。これやばい、可愛すぎる。ちょっと待って。これはちょっと早速ね、全部くっつけていきたいと思います。お花も可愛すぎる。可愛すぎる。はい、大カットを使ったケーキが可愛すぎてどうしよう。こんなケーキあったらさ、やばくない？可愛すぎる。めっちゃ簡単にこんなに可愛いケーキが作れちゃうんですよ。ここに中にね、何かお裾分けを詰めてあげたり、お菓子とかいろいろで詰めてアドベントカレンダーを作ったりとか、誕生日プレゼントとかをこう入れても可愛いんじゃないかなって思います。やだ、可愛い。まずね、一つ目がケーキです。こんな感じ。かわいい。ここにさ、スタンプとか押しても絶対かわいいですよね。そして次ですね、先ほどこれですね、こちら絵を使ってコラージュをしていきたいと思います。これはちょっとまずはボンドでつけていきます。もうね、これだけでも全然可愛いんだけど、ここにさっきね、カットしたこういうフレームですね。これを、
これで色の組み合わせをね、また変えてもいろいろ可愛いと思うし、ここに、さっきのね、蝶々です。ね、トレペです。トレペにまず一回貼ります。蝶を。切らなくてもいいかなとは思います。はい、おひめさつで蝶々をくり抜きます。そしたらこのなんていうんですか、体にね沿って折り目をつけていきます。こんな感じです。でこっち側もこのね体のラインですね、ここに沿って折ります。これは結構がっつり折っちゃって大丈夫です。しっかりとね折ります。そうすると蝶々羽ばたきます。なのでこれをここに貼ってあげるだけ、もうこれだけで可愛さが倍増します。でここでねこの胴の部分で折ったので、ここが接着面になります。しっかりなのでここにボンドを塗って、いう感じで羽ばたかしてあげるとめちゃめちゃ可愛いです。この、ね、立体感の出る感じと、このステッカーのキラキラ感と、ホログラムもね可愛くて、羽ばたかせるとこのねホログラムの部分もさらに際立つかなと思って、可愛い。ゴールドとかのパールを置いてあげるだけですごく可愛くなります。そしたら最後にこちらのね、先ほどのコラージュ用のノートです。これにコラージュをしていきたいと思います。こんな感じでコラージュも完成しました。いやー可愛い。い
やっぱね、コラージュするのも楽しいし、髪カツするのもすごく楽しいし、おう。ちょっとね、くるくるして、くるくるやって、こういう風に貼り合わせるだけでめちゃめちゃ可愛いポッキーができたり、こんな感じに可愛いケーキが作れたりと、いろいろ作れたりするので、髪カツがすごく楽しくなるアイテムがたくさんいっぱい売っていて、見てるだけでも楽しくなるので、ぜひぜひよかったらチェックしてみてください。ダイカットマシンの 70% オフのリンクだったりとか、他の今回使わせていただいた商品のリンクはすべて概要欄に記載させていただいています。なので、よかったら合わせてチェックしてみてください。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、またねー。